皆さんこんにちは、ふんさんです。ということで、第79回マリオカート8デラックスランダムカスタムドやっていきましょう。早速前回バーとコメント53件いただいてますので、この中からランダムに抽選しまして、ランダムカスタム診断していこうと思います。ポン。32番目の方はよろしくお願いします。はい、ということで今回名前借りていく方はこの方、ポン。新田さんということで、おいふん、診断メーカーが第5弾バージョンになってるから第6弾バージョンにしてくれ。すいません、概要欄のやつ間違えてたみたいです。更新してきました。このコメント見て気づいたんで、変えてきました。なんとね、今んとこね、3連続でノコノコ来てるんで、新田頼むぞ。ノコノコ以外来てくれ。診断する。新田さんはベビーピーチよかった。もうこのベビーピーチという字が見えただけで安心しました。ベビーピーチで、スタンダードバイク、リーフタイヤ、ゴールドカイトのカスタム出しましょうということで、久々のノコノコ以外回、やっていきましょう。いや、ほっそはい、ということで、ネイチャーロードやっていきましょうか。極細じゃん。こんな細いカスタム、なかなか見たことないですけど、まあ、今回ね、使っていく、このステータス、カスタムのステータス、まあ、比較していきますと、まあ、スピードと重さ、終わってますね。ないゲージが見えない。俺の視力じゃ見えません。短すぎて。その代わりは曲がりやすさがいいのかな。曲がりやすさ、加速もね、いいね。いいんですけど、この細いカスタム、ほとんど被弾しないかなというところなんですけど、まあ、無敵時間がね、めっちゃ長い。4.25、4.5 ぐらいあんのかな。まあ、結構無敵ステータス高いんで、まあ、避難しにくいけど、避難してもね、そっから無敵でやり過ごせますよ、みたいな。まあ、そういったなんか長所がよくわからない重なったらと思います。うわ、赤さんいる、やばい。さすがに譲ろう。ちょっとアウト逃げといて、譲っといて。まあ、止まってスター引きに行きますか。9位までちょっと調整しといて、ここはダブル交換スター出るでしょ。スター出てくれ。アイテム決まんない。どうしたえ、キラーとか使っちゃったじゃん。アイテム決まんないと思って、カチ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 やってたら。しかもめっちゃ短いし。まあここはトゲゾウなんで、また9位までで調整しといて、交換しましょう。コインも8、9にしといて、さあ、このアイテム大事。なんかアイテム決まるの、そんな引いたアイテム決まるのが遅くで若干不安ですが、この3で熱くない裏近畿の7が不安だな。スターもしくはキラー。無敵アイテム引きたかったけど、まあ、次のダブルボックスのところでぶっ放せば、かなり順位が上がっていけるんじゃないでしょうか。ここでフラッシュ置いて、回避もいない。で、近畿の使い始めて、伸ばしていきつつ、さあ欲しいナイススター引いた。これは神高い決まったんじゃない。結構前早いな。このスターでしっかり上がってきたけど、1個に1個取っといて、ここで使い始めたらゴールまで運んでくれると思うんだけど、出るアイテムか赤コーラ。魚振りたい魚振りたい間に合わないか間に合わないか。まあ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 。サンダーのおかげで3位まで上がってきましたと。1位まで行きたかったな。4位仲いい。あれ誰いたあれテレサかまあ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 。よし、バレ行きましょう。ボスパックンでっか。もうベビーピーチと並んだらボスパックンが異常にでかい。みんなでかいやつに負けないように走っていきましょうか。こっちルート行って、ちょっとコイン回収しよう。ここダブルドラゴンで、2回行ってからのコイン2枚、3枚取っていいよ。序盤はいい滑り出したけど、ダブル取れないか。しかも1個も取れない。マジか。まあ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 、高いコースではあるんだけど、中途半端だな、場所が。下がるなら下がりきっちゃった方がいいな。と言いつつ、ちょっと迷ってる、まだ。まあ、キノコあれば、強いコースでもあるから、ここでキノさん引けば、熱い、オッケー。緑地か裏。あ、注意のアイテムのやりくりは難しいですね。下がりきったらね、強いアイテム簡単に出るんで、まあ、打開しやすいんだけど、注意の打開が一番難しい。そのファイヤー後ろ投げたら優しい。前投げてこない系男子だな。これはこっちルート行って、バックスなしてこないでね。まあ、サンダーどっかで降るだろうな。まあ、サンダーのタイミングでかなり狂っちゃうんですけど、追いついちゃいそう。いや、なんだロゼッタおばさんなのに追いついちゃいそう。海戸さんが追いついちゃった。マジか。また5位だ。中途半端。まあ、コイン10枚落としといて、下がるか。ちょっと下がろう。さすがにここは、順位調整して、何人部屋 ?7、8、9、10、11人部屋。8位で割れば、スターあたり出てくれるんじゃないでしょうか。オッケー裏テレサかまた運ゲーになっちゃうな、これ。テレサでいいアイテム引いてこれば、激アツなんだけど、押され試した。押されたってか、ぶつかっちゃった。これ3台いつだ裏のアイテムマジ大事。裏のアイテムってか、昨日、テレサ裏。テレサ裏とテレサ、両方大事。ここで投げてる近畿のは、オッケーで、ダブルでサンダーフル読みで、まだ我慢したいな。まだ我慢。ターボジャンボクションで、この辺で使っといて。何持ってくる？コイン!3 台振ってきた !3 台振ってくれば全然 OK。3台振れ。ないのか。ないのはまた話が変わってくるけど。キノコ1個に。キノコ1個引ければ、暑かったけど引けない。そこの人は潰しときたいけど。潰してないからラグいな。苦しいか、ダメか。何が起きてるんだ？ OK。また用意。ビッグブルー。200cc だ！ 200cc のビッグブルーとか、この96コース全部揃った状態で、引ける確率何%だってぐらい低いんで、ちょっとこれものにしたい、さすがに。特大ジャンプしちゃおうぜ。それケツ食いたくない。ケツ食っちゃった。もったいね。マイコ。さすがに特大ジャンプショートカット決めたいとこだけど早すぎる。待て。200cc 勢が久々すぎる。待て。ちょっと待て。綺麗に走れない。第5弾のアップデート、第6弾のアップデートと2回でね、ミラーと 200cc の確率減ってるんで、13確率。本当に引ける確率低いんで、ここはしっかり決めていきたいところ。いける。これはしっかり決めていって、スター使ってらもう一回帰ってきてくれるんじゃないか。1位の人がめっちゃ逃げてるんで。いいアイテム引けるでしょう。いやー、キノか。渋い。引かれそう。ちょっと怖いな、ビックル。これ1個でいいから取っといて。取れてないか。キノ使い始める。上位入りたい。変ななんか、5位とかやめてな。そんな中途半端な順位で。あげたくないけど、溶けず引かれた。待って。みんな早いな。みんなやっぱ 200cc のビックル。当時はね、もう最初の方ね、もう、あそこのショートカット決めれたら勝ちみたいなとこあったけど、みんなさすがに普通に決めてんな。4位か、中途半端 !DK マウンテンデイジー多いな、この部屋。だいぶ人減りました。いや、このさ、カスタムさ、めっちゃちっちゃいのにさ、体感普段の 1.5 倍避難するんですけど、どうなってんだこれ。めちゃめちゃ避難する。早く俺を救ってくれ。軽量級のさ、ごめん、バナナくっつけちゃった。軽量級であるメリットが、なさすぎる、本当に。今本当に中量級多いですけど、中量級でもターボね、こと足りてるんで、軽量級である必要が、いやー、ひどい。そんなことしないで。オッケー、無敵時間長いよ。この無敵時間の長さ生かしていけ。で、岩がでかすぎる。ここ、レースで走んの全然経験ないですけど、ここら辺でブレーキ踏みまくって、紫解放したくなかったな。まあ、なんとなく、ショートカットしていって、コインも回収。次はもうちょっと綺麗に決めよう。2周目、3周目はもっと綺麗に。で、ここのキノコは、ショットカーに使っちゃって、裏に何が欲しい？人数少ないからワンチャンスタート出たりしない？出てくれた神、ミドさんか。まあ、悪くはないけど、前、ミドさん。まあ、早めにこっちも展開しといて被弾しないようにしたいな。被弾は絶対に避けたいところ？これで展開しちゃって、跳ねすぎ。まあ、ここのダブル、取っときましょう！跳ねちゃった！もったいない！どうしよう。テレサ、運ゲーなんだよな、本当に。勘弁してくれ。サンダー、ぐちゃぐちゃになってる。サンダーのおかげで前の人がコイン落としまくってるんで、回収したかったけど、3枚だけか。これだな。早めに黄色解放しちゃって、ポンピョンして、で、これブレーキ踏んでドリフトしながら曲がっていくと。オッケー。これで綺麗に決まったでしょう。いやー、そのミドさん前投げてナイス。投げてくれた。ジャンバクション出ろ！もったいない。キノさんで加速してくれたのはありがたくて、これさ、使わないでいくわ。キープ。このキープが明暗を分けるんじゃないですか。1位結構早いな。1取りたいな、ここまで来たら。サンダーワンチャンもう一発あると睨んでるんだけど、次のボックスよろしくね。ここで引け。ここでサンダー振らせろ。頼む。振らしてくれたら熱い。ここはターボジャンプアクションで岩の上行ったけど、ちょっと跳ねちゃった。スター帰ってきてくれてるんで、キノコ雑に使っちゃって2すぐ後に使うか。いやー、ここで売るー。タイミングがうまくいかねえ。ここダブルアウトから取って、早めのターボ解放からのブレーキ踏んで、キノさんお帰り。キノコここで使って3位までいけるか。もう1人抜かせる。俺なら抜かせる。いける。ワンチャン1位、ワンチャン2位か。ちょっとあれだな、もうちょっと綺麗に決めてたら1位あったかもしれませんけど、もう8位だったんだ。まあなんとかね、いい打開につくの後に決められたんで、今日はこの辺にしとこうかなという風に思います。まあ今回バートからまた抽選しますんで、よかったらね、コメントを、そして高評価、チャンネル登録もしてくださると幸いです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。